今日は柱の皆さんに稽古をつけてもらいに来ました。皆さんよろしくお願いします。うむ、よろしくかまど少年。一緒に頑張りましょうね。無理はしちゃダメですよ。ありがとうございます。あ、俺そういえば柱の皆さんのためにおにぎりを持ってきたんだった。俺の炊いた炊きたてのお米です。ぜひ柱の皆さんに食べていただきたくて。おにぎり嬉しいわ。うむ、稽古の前にたくさん食べよう。さすが気が利いてますね。ちょっと取りに行ってくるんで待っててください。かまど少年は真面目で素直だな。そうね、とっても素敵だわ。これからどんどん技を吸収して鬼殺隊としても活躍してくれそうです。柱たちが集まっているな。鬼仏寺無惨。一体何の用ですか。柱たちが鬼殺隊のメンバーにこれ以上呼吸を習得させたくなくてな。今ここでお前たちの息の根を止めてやる。そんなことはさせないわ。まあそうだな、柱3人を始末するのは大変だ。だから足止めをさせようと思う。足止めですって。そうだ、お前たちパスタという食べ物は知っているか。パスタ、なんだそれは。パスタというのは西洋の食べ物で麺類だ。わあ、麺類なら私大好き。うむ、麺はうまい。それならお前たちもパスタを気に入るだろう。俺様からのパスタのプレゼントだ。味わうといい。あれ、うわ大変だわ。お前たちをパスタの中に閉じ込めてやったぞ。不甲斐なし。なんだかベトベトする。パスタが体に絡まって動けないですね。いい気味だ。お前たちはそこでずっとパスタの具材になっているがよい。柱たち3人をパスタに閉じ込めてやったぞ。鬼仏寺無惨、ここから私たちを助け出しなさい。そんなこと俺様がするわけないだろ。助けてほしければ祈るんだな。それじゃあ、あーく、身動きが取れん。どうしよう、ここから動きたいけど動けない。そうだ、動画を見てるそこのあなた、私たちを助け出したいと思ったらグッドボタンを押してくれないかな。グッドがたくさん押されたらきっと奇跡が起こるはず。みんなお願い、グッドを押して。お願いします。俺からも頼む、グッドを押してくれ。わあ、グッドが押されてる。優しいそこのあなた、本当にありがとう。大好きよ。きっと奇跡が起こるはずね。奇跡よ、起きて。皆さんお待たせしました。おにぎりを持ってきましたよ。あれ、皆さんどこですか。炭治郎くん、ここよ。ここ、あー、柱の皆さんがなんだかよくわからない麺に巻きつかれてる。かまど少年、これはパスタという麺らしいぞ。煉獄さん、今はそんなことを言っている場合では。炭治郎くん、ここから私たちを助け出してくれない。もちろんです、お任せください。あんなところに、よいしょよいしょと櫛のようなものがありました。これで皆さんのことを救い出せるんじゃないかな。ちょっとやってみます。ありがとう。この櫛のようなものを刺してくるくる回すと、あ、この面を救うことができるぞ。よし、こうやって絡んだ面をくるくるしながら解いていって、よいしょよいしょっと。よし、煉獄さん救出大成功だ。かまど少年、ありがとう。どういたしまして。煉獄さん、ベタベタしてますね。うむ、水浴びをしてくる。その間に他の2人も助けてくれ。わかりました。よし、みつりさんとしのぶさんを助けますよ。2人もこのくるくる回す不思議なもので、よいしょ、どかして、よし、
っとっと。しのぶさんも救出大成功だ。ありがとうございます。もうベッタベタのベチョベチョ、パスタとかいうとっても美味しそうな匂いがするんですけど、麺がたくさんあるものに絡まってしまって本当に助かりました。どういたしまして。みつりちゃんも助けましょう。そうですね、みつりさんも助けていくよ。よし、この麺をくる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 して、くる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 って絡まってるところを引っ張っていって、あ、まだ足に麺が。よし、みつりさんも救出大成功。炭治郎くん本当にありがとう。どういたしまして。みつりさん顔も体もソースでべちゃべちゃですね。そうなの、お風呂に入らないといけないわね。はい、ゆっくりお風呂に浸かってください。動画を見てるみんなも私たちを助けようとグッドボタンを押してくれて本当にありがとう。みんなのおかげでとても助かったわ。みんなはパスタ、スパゲッティって食べたことある？もし食べたことがある人がいたら、好きなパスタ、好きなスパゲッティをコメント欄に書いて教えてね。私はこのミートソースっていうのかしら、このパスタはとっても美味しいと思ったわ。でも閉じ込められるのはもうゴリゴリ。みんなはどんなパスタが好きなのかしら。みんなの好きなパスタ、ぜひコメント欄に書いて教えてね。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録してくれるとまたみんなに会えるわ。よろしくね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶームよろしくメリ。